で、えー、本日はですね、先輩の、金ナ秀樹さんが出てくださるということで、えー、言うてる前に来てくれるとは思うんですけれども、ちょっとね、なかなかやっぱりね、こう、先輩にお願いするのは緊張するんですよね。この生配信。ちょっとよく来てくださる方はわかると思うんですけど、あのー、いかんせん雑なもんでね、進行動画。<laughs> あらちょっと待って、カナさん。よろしくお願いしますって書いてますよ。<laughs> いやいや、書いてる暇あったら入ってくださいよ。 あら、ズームのアドレス送ってなかった。<laughs> 入ってきてください言うといて、それだけ送ってあのズームのアドレス。<laughs> すみません声がまだ聞こえ入ってない。あ出たあ。来ましたありがとうございます。やっと来れましたよ。いませんすみません。すみません,ん,んあの入ってくださいって言いながらズームのアドレス。<laughs> 全然送ってくんないんだもん。スマホであのー、コピーまでしといて、ペースをするのを忘れてたんで、全然、あれ入ってきてくれへんなーと思って、なんでチャットにいって、<laughs> <laughs> <laughs> ずっと、このまま藤井君の一人喋りを聞いててもいいかなとってす。<laughs> すみません、ほんま。めっちゃ恥ずかしいです。<laughs> <laughs> いやありがとうございます。よろしくお願いします。ゲスト、金井秀樹さんです。金井秀樹です。よろしくお願いします。いや、もう本当、嬉しいです。こうやって出てくださいました。こんなこと言いながらねズームのアドレスを送るのちょっと忘れてたんですけど。ずっとだから始まる前、見てましたよ。え、本当ですかテイワ君とのすごい熱い語らいのやつ。すげえな。恥ずかしい。 なんでお互い辞めないのかを語り合ってるかい同じ年ですからねずっとえもう50ですかもうねあの学年一緒なんですけどあの人せ、はいわは4月生まれなんでもう言うてる前に50になりますね <laughs> 僕はもう過労して3月生まれなんであと約1年あるんですけど <laughs> あそうかはいまだギリギリ40代なんですねこれさんおいくつですか今もう俺55歳お えー、55歳です。55歳です。あれじゃあのボキャブラの時でもちょっと年上の部類でしたじゃそうっすねもう30過ぎてたので当時はもう30過ぎてたらおっさんの感覚あったけど今30、ね、バリバリ若手だもんね。そうなんですよね。不思議ですよね。だボキャブラの時は私と、はいえー、爆笑問題とブーマーがもう。 三十超えてて、おっさんの扱いでしたね。のっちさんもそれぐらいですよね。あ、のっち同い年。あ。そうか。そうそう、のっちも五十歳です。こんなことしながら。えー、<laughs> そんなことじなかっそうか、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん。でもね、いろいろ金谷さんにはお伺いしたことがいっぱいあったんですよ。そんなにある。<laughs> うん ありますよ。あのー、だって一回やめて戻ってきてるじゃないですか。<laughs> そうだね。この番組辞めた芸人に話を聞くのと辞めない芸人に話を聞くので。うん、だから、の両方の経験者ということで。<laughs> 今まで初めて <laughs> そうですね。辞めて戻ってきた人は初めてかな。おお<う>。芸人辞めて結構長い時間辞めてて、また戻ってきた方っていうのは、岡内さん初めてですね。おぉ、光栄でございます。<laughs> <laughs> なんでその、もうほんま早速聞くんですけどなんで一回やめたんですか一回というかあの時 <laughs> あの時なんでやめたんですかあれはほもう本当ミュージシャンになるために33歳の時にもともと替え歌とかやっててはいろはい、はい、んな人の音楽をやって聴いて替え歌にしてたのではい,、はい、いろんな音楽を聴いてるうちにあ自分でもオリジナルの曲を作りたいなと思って。はー やっぱそういろんなミュージシャンともつながりができたりして、はい、やっぱり芸人は芸人でみんな、ねはい、真剣にお笑いのことを考えて、一生懸命やってて、はい、ミュージシャンはミュージシャンで音楽のことを一生懸命やってるから、なんかこう、2つ両方やるっていうのが潔くないなと思って、あおそうなのよなんかか二股かけるみたいなねでもあの中にはいるじゃないですか、最近はね。最近はそうだよ、ねまあ、うだねん やっぱその当時はあんまり許されない感じでした許されなくはないけど、自分の中で何か許されないみたいなあ<ー>、うん。うまい具合にやってたらやれたのかもしれないけど。昔でもちょっとそういう空気ありましたよね。例えばちょっと副業やったりとか、あ<ー>なんかそういうちょっと芸人ともう一つ何かやろうとすると、お前何やってんだみたいな空気ありましたよね。確、うん、かにそっちの芸人一本の方がかっこいいみたいなのはあったかもしれないね。 替え歌とかやる前とかって、普通に音楽やってたたりしてなかかったんですか、うん、いや、全然、本当にもう、お笑いのために、えーを練習してやったので、全然音楽経験、もう若い頃にバンドやってたとか、そんなことは一切なく、意外。ネタのためだけにギターを練習して、えーだからギター弾けないのに、ギター持ってネタやったりしてたからね、一番最初は。 いやーすごいなその話聞いたもう本当えー、ドブロックと2人目ですよもう <laughs> そうだね、うん、ドブロックも最初ギター弾いてなかったもんねそうです弾けないって言ってましたもんそうだからドブロックがなんかギターを持ち出してうん、うん、最初ライブで一緒になって、うん、チューニングできないんですって言ってチューニングしてあげて <laughs> そう思うと彼は上手くなりましたよねギター, <laughs> ーすごいすごい短期間で上達してるよね すすごいですねあれもネタのためにギターやってるもんね。ですよね。うん、えじゃあ,あの最初芸人始めた時に、うん、例えばギター持たずにネタやってたりしてた時期もあるんですか一番最初はそうだね漫談みたいなことをやっててああそうですかはいはいはい、うん、全然受けないんで <laughs> もう全くええー、全くイメージできないなだからなんか武器を探そうと思ってあそこはギターが。 うちにあったは実家に田舎の教えに眠ってたと思って、<え>そのギター取り行って、で弾けもしないのに、そのギターで歌作ってやったら、なんかはまったんで。その芸人始めてからギター持ち出すまでの期間はどれぐらいあったんですかうん1年ぐらい、なんかどうやったらいいのかな、よくわかんないなぁと思いながら、変なことを裸になったりとかしながらやえ裸になったり、ああああ裸になるの早かったですね。 あだか早か早ったね意外に先取り、うん、えー、すげえでも僕ね前にこれブッチャーさんにも出てもらったんですよ。うん、でブッチャーさんはもう数々の芸人ネタ見せしてるじゃないですか。で数々出ててパッと見てこの人売れるって思った人いますかって言ったら、うん、売れるかどうかわからんけどもう2人だけすぐ事務所に誘ったのがいて。 その一人がヒロシともう一人は金井秀行って言ってましたよ。あ、見た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 。うん、あ、本当ですかもう。ブッチャーさん、めちゃめちゃ俺のことを褒めてくれるんだよね。<laughs> <laughs> 確かにそのジャイアント馬場のやつは、ブッチャーさんに言われて直したような気がする。そ、うんうん、のアドバイスを聞き入れてね。覚えてますその時、ブッチャーさんとネタ見せしてたとかそういうの。ああみ,んなみんなしてましたかもんけどね。そうだよね。だから、そのギターを持ち出してやり出して、うん、 でどっか事務所に入ろうと思っていろんな事務所に入ってる人たちの話を聞いてで人力車が一番ギャラの取り分も73だし <laughs> リプロが55とか吉本が19とかでもあのー、ほら当時じゃあるじゃないですか「浅井企画91伝説」えん 91?9 が芸人昔は9が芸人やったっていう伝説ありましたけどね それは知らなかったな。うん、浅井企画の芸人とは、つながりがなかったのかな。じゃあ、結構、最初、その、人力車入る前は、フリーでやってたってことですかそう、その,あその前に、ギターを持って、うん、はいはい。ナベプロのオーディションがあって、うん、フィックサーズで、じゃね A.B. ブラザーズ。今、中山秀さん。中山秀樹さん。はい。はい、あと、松野さんの A.B. ブラザーズっていうのがいって、うんはい、それの弟分募集中みたいな。

石塚さんはだってあれでしょ、劇団ひまわり出身でしょあそうなんですか。<laughs> うん、確かそうだと。歴史やなでも雲前のぁ。へそうほぼ同期みたいな感じなんだその同期ってことだ、ね、いや、もう先輩として、うん、あなるほど、なるほど。オーディションを受けて入ったら、もう先輩として2人もいたんで、うん。で、そこにはじゃあ、長くいなかったってことですね。で、なんか1年ぐらいやった頃に。いはに、い。 これからはもうちょっとアイドル性のあるやつだけを残して、他はお払い箱みたいな話で、愛用性がなかったんで。いや、でもちょっと当時イケメン系じゃなかったですかボキャブラの頃とかいやなんかもうね、うん、まだそのボキャブラの頃でも垢抜けた感じ、足になった方なんじゃないのかな。うん、最初の頃とかサングラスしながらやってたりしたから。うわー 取ってるいやなんかね、逆に恥ずかしくてやってたんだけど。ありますよね、あの恥ずかしくてサングラスかける人いますよね、たまにね。そ,ううん、それなんだけど、それがなんかちょっと尖ってる感じに取られて、へえ。イメージがそういうふうに取られ思われてたのかもしれない。なんかやっぱりその、ちょっと孤高の存在感ありましたよね、ボキャブラの頃とか。本んにね。ほかの,の,の芸人さんとそんなに深くこう、例えば、うん、結構あのユニットっていうか。 うんうん、そういうコンビの垣根越えてちょっと絡んだりっていうところあったりしたじゃないですかはいはいもうその頃そうう、うん、本当にだから人見知り全盛期だったので <laughs> 元祖人見知り芸人だったので <laughs> 元祖おお<ー>輪に入れなくてあそうですかうんボキャブラ天国は大部屋でわーってみんなでキャッキャキャッキャ言いながらあれでしょ小坂さんとか結構中心になってーわーやってたこれでしょ そうだねホ、うん、リケンとかねうんそこでなんか輪に入れずにな弁当食う時もそこの楽屋じゃなくて廊下で食べたりとかええー、そうなんや <laughs> 年上なのに <laughs> なんかね<は>ちょっとその前にポ、はい、ケブラ始まる前に、はい、ガハハキングっていうのがあってそこで割とそとみんな若手の芸人が出演しててなるほど たんですねそう俺、その時に裏の番組、フジテレビの「神岡龍太郎には騙されないぞ」っていう番組に出てて、うん、ガハハキングには出られなかったので、は<ー>だからそっちなんかね、ちょっと仲良くなるきっかけを、ね、なるほど。ガハハキングはねあの関西でやってなかったんですよ。うん、あだからよく話は聞いてたんですけど、僕見れなくて。うん、だそれ、爆笑問題。 ォークダンスになる子作家増田岡田,増田岡田さんとかねそ、うんうん、そうそう,そう,そう爆笑問題とかも昔はすげえ人見知りで輪に入んなかったのにガハハキングでみんな仲良くなってたからへえ<ー>久々会ったらすげえなんか楽しそうでいいなーって思いました厳密に言うとちょっと上の世代ですもんね爆笑さんってね爆笑ね俺同じぐらいあ同じぐらいなんですね、うん、うん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 じゃ多分ブーマーも同じぐらいで うん組、まあ、デンジャラスもそうかな、そこがおっさんチーム。で、その中で、まあ、あえて仲の良かったとかいう人いますボキャブラとかあの辺の辺時代で当時は、はい、でも、あの鳴子坂の、フォークダンス鳴子坂の、はいはい、桶田敬太郎は、はい仲良かった。へー。よく遊んでったね。ほうほうほう、うんう。まあん。死んじゃったけどね。 いい、それもそうなんですよ。いや、言い方、言い方あるでしょ。言い方があるでしょ。言い方がだいぶ上ですけど。あの、お互い芸人辞めてからとかもつがりあったんですか、オ田さんと。そうだね、慶太郎は結構、ちょいちょい電話かって釣り行ったりとか。あ、そうだったんですね。うん、今度映像撮るんで出てくださいとか。へぇ。うん、一緒に沖縄行ったりとか。 うん、あるでしょ、裏方やってらっしゃったんでしょ、オケダさんって。そうだね、サッカーをやったりとか、うんーなんかいろんなゲームの企画をしたりとか、うん、なんかいろんなことをやってた。本当にもう才能あるやつだからさ、うん、うん、かお笑いやれよっつって、うん。みんなに言われてましたよね。うん、うん、本当に俺もその時は音楽をやっててお笑いやってなかったんだけど。うん、人に言えることじゃないっすね、本当 <laughs> <laughs> あ俺が言うのもなんだけどさやれよ <laughs> 俺は才能ないけど <laughs> お前才能あるからさっ,ってさ。あ<ー>。言ってたんだよね。そうですか。ああ、うん。じゃあ、あのー、お笑いやるためにギター始めたってことは、特に誰かミュージシャンに影響されたとか、誰かと付き合ったとかっていうわけではないんですか、うん、よくね、長渕とかネタにしてらっしゃるじゃないですか。あ うん、あ当然、もう長渕さんは大尊敬してるので、あ、うん、の気持ちからネタにしてるわけで、別に馬鹿にしてるっていう、うん、そういうつもりは全くなく、うん、本当に心から尊敬を言うことにしておいてください。<laughs> いや、別に僕は馬鹿にしてるとか、そんなふうに全然言ってないから、自分から言うと怪しくなるじゃないですか、<laughs> ちょっと。大好きだぜいや、その言い方ですよ、それ。励まされですよ。